まちょーん、どうもー、ララでございます。食欲爆発版。さあ、ということで今回もスマホ版にゃんこらえ戦争ホワカの方でやっていくわけなんですけれども、ちょっと待って、暑いな。あ、てかエアコンついてないんだけど、どこで暑いわけだよ。ちょっと待って、ちょっとスイッチってかリモコンがない。嘘。よし、オッケー、これで大丈夫かなと思います。いや、通りで汗だくなのよ、今。熱中症になっちゃうよ。いや、じゃあ早速本題に入りましょう。じゃあ、今回ですね、やっていく内容に関しては、はい、こちら。さあ、今回もレジェンドゼロを進めていきますよ。ということで、今回も、我ら海の猫に挑戦していこうかなと思います。腹減った。さあ、ということで早速やっていこうかなと思うんですけれども、そういえばなんかガマトド来てるんで、ちょっと一旦ですね。ちょ、ガマトド画面開きます。あー、お帰りなさい。はい、来ましたね。はい。じゃあ、とりあえずささっとですね、回収の方いたしまして、お、オッケーですね。パニコはでかいよ。じゃあ、3時間いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。よし、ということで気を取り直して早速やっていきましょう。ちょっと前回の挑戦からだいぶ時間経ってしまったんでね、だいぶ記憶の方はですね、もうほぼほぼ薄れてね、ちょっと覚えてないんですけれども、まあ、やりながら思い出していきましょうか。ということで今回に関しては、グレートバリアフリーからですね、あ、これそういえば負けたよね、これね、確か。あ、そう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 。なんだっけ、これ、ウルトラメイメイだっけ。あれ、ウルトラメイメイだったよね、この超生命体バージョンのこのヤギ野郎ね。あ、羊か。てーとなると、編成どうしようか。あれ、前回どの編成でやったんだっけ。もうこれ無理だよ。絶対無理だよね。あ、どの編成でやったっけな。あるのかな。それとももしかして編成の方はもうあれなのかな。崩しちゃ、これじゃないよね。これじゃないと思うし、これも違う。じゃあいっか。じゃあ、この編成あれかな？ちょっと変えていきましょうか。なるとね、悪魔が結構そう、めんどくさかったのよね。悪魔と、あの、ワープするやつ。なんか、チンアナゴみたいなの。なんだったっけな？なんか、超撃でさ、あれだね。ちょっと、シールドのブレーカーがいると助かるから、どうしようかな。でもさ、ついでにワープ向こうとかいないよね、さすがにね。なかなか結構きつかったんだよなぁ。あー、そういえば、リリンとかどうよ。最近全然使ってないなかったんだけど、ちょ、たまには使うか。ちょっと勝率上がるか分かんないけど、レベルがちょっと30で止まってるんで、50レベルまで上げましょう。はい、今回ちょっと使っていきましょう。久々だね、リリン使うの。久々に使いましょうか。よし、オッケー。ということで50達成でございます。じゃあとりあえずリリンの方編成入れましょう。どこにしようかな。半魚人でいくか。半魚人のところ入れて、あとは、そうだな、細かい、そうだな、あとは、飛脚のところなんか変えるか。まあ、ニャンコンブはこのままでいいんじゃないのかなとは思うんですけど、あとはそうだな、なんかでももう一体大型つっても結構お財布ギリギリじゃなかったっけ。他になんかシールドブレイクで、そうだな。ちょっと活躍の場が来るか分かんないけど、ヘビージャークも使ってみるか。ちょっと使ってみましょう。はい。だいぶコストが高めになっちゃってるけど、まあこれでどうだろうね。早めに悪魔さえ倒せれば何とかなるのよ。そしたらあとはね、ウルトラメイメイに関してはですね、まあニャンマでゴリ押しすれば何とかなるかなとは思うんですけども、まあそこまで作れるかどうか分かりませんけれども、まあとりあえずやってみましょう。はい。どうしようか。アイテムは一旦なしでやってみましょうか。ダメだったらアイテム使って再戦しようかなと思います。さあ、ということで果たしてリリン&ヘビージャークコンビでクリアできるかな。どうでしょうか。あ、そっか、もうこのタイミングで出てくんだよね。早いんだわ。なると、そうだな、ちょっと待てよ。一旦これはね、引き寄せておこうか。その間に一旦ちょっとお財布ダメをしておきたいところ。そうか、もう、時間で出てくるのか。ちょっと待って、喉が、はぁーってなったんだけど。よし、オッケー、再戦でございますよ。どうしよう。いやー、もうニャンマ出すか。出して、で、どうしよう。次は、リリン投下するか。はい。なぜか、カメラマンじゃなくてもよかったよね、ここね。違うキャラクターでもよかったけど、なんでカメラマンなんだか。まあまあ、いや。もう遅いからな。で、これ、結構さ、硬いんだよね、このメイメイに関しては。あ、やめろ、アップ。もうこれだよ。で、これで今のうちにゴリ押しできないかな。ああ、オッケーオッケーオッケー。チンアナゴ野郎は倒して、で、あとヘビージャック。これ何やるのかな？これ、一応出しとこうか。うん。これでどう、ああ、すごいすごいすごい、ちょっと待って、とんでもねえな、これ。ちょっと待って、まずい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 。いろいろと、これ、ワープよな。
これが、割れたんだけど、この位置はまずい。なるほどね。なるほど。でもまあ、一応ヒビジャークも突っ込んどいてよかった気がするけど、でも待って、やばいな。羊野郎がだいぶちょっと増えてるから、こっちもちょっと、やばい。俺なんで生産してなかったんだろうね。やばい。ぼーっとしてたわ。ダメなんだ。もう、これだよな。これなんとも言えないの。これなんかいけそうじゃない？これ。ほら、これ、ワープのおかげで、これ、いけたわ。あれなんか落ちたんだけど、わけわかんねえ勝ち方したなこれは。ワープに感謝だよね。よし、オッケー。じゃあ次2つ目いきましょうか。フカヒレ出没海域でございますね。ちょっと美味しそうですね。これはどうでしょう、何が出てくるんでしょうかね。まあ今までの系統から見るとそうだな、まあ鳥獣か超生命体かもうどっちかでしょうね。もう属性はマジでわからないから、まあリリンとヘビージャーカーは一旦外しましょうか。でカメラマンに関してはいいや。とりあえずね、メタルが出てきた場合を想定してね、あとはついでにホワイトサイクロンだよね。となるとそうだな、何がいいかな。よし、じゃあとりあえずこれでやってみましょうか。さあ何が出てくるんでしょうか。お次はフカヒレでございます。フカヒレ、さあ狭っ狭いな。うわ、これはいや大丈夫かな。なんか嫌な予感がするんだよな。なるほど、まずは悪魔でございますよ。こっからだよね。こっからどうなるか。なんかこれ変にお財布ダメしてもなんか、いやーなんかダメな気もする。なるほど。ハイヤナでございますね。待って、城攻撃する前から結構いろいろとなんかめんどくさいのがちらほら出てきて、なるほど。でもなんか今んところはなんか大事。なこのコンビ。やめろ。この、イカ天双子コンビやめてください。マジで。しかもハイエナもさ、まあ、でもなんとか、いや、いけるかな。いや、ちょ。キャスのとりあえず劣化で。やめろ、この、もう、やばい。悪魔のこれね。これがなかなか厄介ではあるけれども、よし。こっから、大丈夫か。あごが、よし、あ、ちょ、お財布レベルが全然上がってなかった。これはどうだろう。なんか、ちょ、待って、はぐれたやつがめちゃめちゃ邪魔なんだけど、すごい、ものすごく邪魔。すごい邪魔だな。これ、波動と劣化とかですごい蹴散らしたいな。でもなんか、大丈夫じゃない？ほら、もう大丈夫だろ。もう出てくるんだよ。もう出てくるんだよ。よし。ほら。なんだ、大丈夫そうですね。びっくりした。はい、で、なんとかなったら。よかった。よし、じゃあ次行きますよ。さあ、お次、海底2マイルでございます。2万はわかるけど、2マイルは知らん。ネズミの国のやつは2万マイルだよな、あれ。まあいいや、じゃあ行きます。よし、じゃあとりあえず今回はこれで、ラストにしようかなと思います。どうだろうな、勝利のまま無事動画を終わらせられるかどうか分かりませんけれども、さあまずは野生のワンコ、こっからだよな。なるほど、属性がマジで読めないんだけど、いやー分からんな、これはマジで分からない。どうしよう。なるほど。これはじゃあもういいか。もう遠慮なく適当に生産しちゃいましょうか。で、とりあえずガを倒したら、まあ黒キャス投下しちゃってもいいんじゃないのかなっていう感じですね。まあ多分ガを倒せばだいぶお財布にね、余裕が出てくるんで、もう1レベル上げときたかったけど、まあいいや。よし、オッケー。まあもうこれで大丈夫そうですね。どうだろう、何出てくるんだろうな。いやー、まあ、そんなにどぎついのは来ないでほしい。なるほど。オールハズキか。いやー、もう嫌なの来たわ。もう、もうこいつの姿を見るとね、もう本当に嫌な気持ちになるんだよ。マジで強えからな。まあ、取り巻きはそんなになんかきつくないから、まだあれなんだけど、でもこれなんだよ。そう。潜り込まないとさ、結構きついんだよ、マジで。よし、OK。あと、黒ゾウだ。黒ゾウ倒せるかな。サクッと倒しておきたいんだけど、もうこれなんだよ。うわー、これはえぐいな。もう、サナダとかさ、もうゴリ押しできるキャラクターでいい。よし、黒ゾウが、もう、ここで赤顔出てくるんだよ、もう。なるほどね。結構これは、いや、でもお財布もちょっと余裕あったよね。もうレベルとかちゃんと上げとけばよかったよ、これは。でもなんか、なんとかなりそうだな。これはいけるでしょ。これは、ほら、
ほら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 、ちょっとスピードアップオンにしちゃいましょうか。で、とりあえずクロスウォーターじゃん。もう出てくんな、もう出てくるな。あー、やばい、沼ってるな、これは沼ってるな。あー、もうちょっと待って、ダメか、もうなかなか厄介だな。あー、やべ、ミスった。ちょっと待って待って待って、ニャンマを出しておきたかったんだけれども、うーん、なるほどね。このオールハズクがすげえ邪魔なんだよな。これがすごい邪魔、すごい邪魔。そして赤顔サクッと倒しておきたいんだけど、これなんだよ。うわー、なるほど、これはやだこれは、あー、これちょっときついでしょ。これはもう無理だろう、どうあがいても。これはこれは、いやいや、ギリギリいけるか、ギリギリ。いやー、どうだろう。あ、これでとりあえずニャンマぶち込んで、ぶち込んで。よし、よし。いや、逆転あるか。いや、ないな。ないな。結構やっぱ強えもん、これ。あー、うわー。まあでもなんとかなりそうだね、これね。なんとかなると思います。はい。なるほど。やられたわ。何やって。さあどうだ、こっからゴリ押しでいけるか。あともう2回かな、あともう1回ノックバックすればオールハズクは撃破できるんだけど、果たして間に合うか。あー、よし、 OK、 いけましたね。よし、そう、これなんだよ、こうしないときついんだよオールハズクは。はい、ということで勝てましたね。あー、終わり。